はい、というわけで、今日は料理動画をね久しぶりに撮ろうと思います。で、くるたみさんに今日は撮影をお願いしてもらって、今日ラッシュベースのキッチンをねお借りして、ちょっと今日はパスタをね作ろうかと思います。材料ですね、あ、全然くるたみさん喋って大丈夫ですよマジで、はいはいはい。材料、カットトマト、はい、缶詰とサバ缶ですね、サバ缶、サバ缶、サバ缶と、パスタ、パスタかけてますと、塩と、あと今回ちょっとこれなんだ、ニンニクのオイル漬け、まあ本当はニンニク、普通のニンニクでいいんですけど、まあちょっとなかったんで、あともうめんどくさいんで、今回はちょっと簡単にいけます。ちょっとパパッと作れるものを作りまして、はい、まあ、普段僕がねよく食べてるものをね今日は作りたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまずパスタをね茹でます。で、お湯でやるのがめんどくさいので、今回は電子レンジでねやっちゃいます。ハサミないかな、ハサミ、ハサミ、ハサミ、まあね、普段一人でやるときなんて大体電子レンジでやっちゃうんで、今回もちょっと電子レンジでやります。はいはいはい、レンジでやるのか、パスタを。大体10分ぐらいできちゃいます。で、本当だったら、100均とかにねそのパスタ用の耐熱容器が売ってるんですけど、今回ないんで、大体僕こう折っちゃいます。こう半分に、半分に折って水ひたひたぐらいに入れて、電子レンジで10分ぐらいですね。で、10分でスタートしてる間に、ソースを作ります。なるほど、節約ね、同時進行ね。そうです。それは何を入れたの？これオリーブオイルです。まあ本当はあんま僕普段オイル使わないんだけど、まあ今回はちょっと料理動画ってことでね、料理動画なんで、うん、オイルを結構使います。普通に作る人も美味しいようにね。そうです美味しさ重視で、今日は餌ではないと。餌ではないです。で、今回このニンニク、うん、なんかいろいろ入ってるけど、あんま体に良くないオイル漬けだからね、それ。そうです、うん、ちょっとまあ砂糖って入ってるんですけど、まあ今回は時間短縮ってことで、弱火でいきます。焦がさない。いい匂い、うわー、ニンニクのいい匂い、もう美味しそう。加減が分かんない、もう初めてやるんで。いや、違う、あの普段は大体もうもっと適当なんで。あ、もっと適当なんだ。こんな洒落たことしないんで。これアーリオオーリオって言うんだよ。あ、このやり方ですか。そう、あのイタリア語でアーリオオーリオって言うんだ。トマト缶入れます。小指は使えないだけで使えないんだ、うん、めっちゃ噛めるね。これ合ってるのかな。これ合ってるのかな。いや、合ってる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 、大丈夫。じゃあちょっとちょっと水入れてもったいないので、はいはい、残りかす。こんだけ包丁あっても包丁は一切使わないと。一切使わないです。まあ怪我してるんで、はい、なるべく包丁を使わないように、うん、なるほど。いや、なんかベースで料理を取ると言ったので、はい、なんかいろいろ機材を使うのかなと思ったら一切調理器具はほんとスプーンとそのヘラぐらいだね。いいね。で、今回その、まあ、いわゆるトマトソースってひき肉とかあるじゃないですか、使うじゃないですか、はいはいはい、だけどまあサバ缶なのはやっぱり安いし簡単、その調理が簡単だし、でやっぱ栄養もあるし、でめちゃくちゃやっぱりいいですよね。タンパク質多いし、脂質も、まあ脂質もあの魚のいい油なんで、はい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 、水にね、サバの水に、まあ、まだまだですね、もっとこっからだね。熱い。サバ缶のあの水分が、水だけよね。あ、すごいね、油結構浮いてるんだね。だしっすよね。全然ボケボケだったけど。この具じゃなくて、具は水の方だけね。水さっき入れます。すげえうまそうだな、そのパスタ。ちょっと今回2個買ったんですけど、やっぱ1個で十分かな。1個で十分そうだね、確かに。
基本的には今回塩ぐらいしか使わないんで、はいはいはい、サバの出汁ですね、味を出すの塩と出汁ね、サバの。オムライス、オムレツ以外以来じゃない、クッキング動画。クッキング動画は確かにそうかもしれないですね。オムレツ以来、料理動画めんどくさいんですよね一人で撮るの大変だしね。めんどくさいのもう入れますか。いいね、ちょっとこれね、危ないんでね、ちょっとゆっくり出てくるかな、出てこないな出てこないな。これをサバ缶入れます。よいしょ、うっ、 OK、 OK、 入れました。はい、そしたら、なるほど、崩しながらほぐしつつね、ペスカトーレみたいな感じになるね、したらね。え魚介のトマトソース、ペスカトーレ、あー、うん、名前分かんなかった多分、まあもちろん塩気が足りないと思うんで、ね、まあ本当はちょっとずつですね、味見しながら入れましょう、うん、そうだね、辛すぎたらもう終わっちゃうからまあしかも煮詰まってくるからだんだん味も濃くなるしね。うん、うん、分からんちょっと薄いなぐらい大丈夫めっちゃ、うん、あの想像以上にサバの出汁がすごいですね。はいはいはい、まあ、サバ缶そのまま食べれるしね、はい、でもし臭みとか苦手な人は僕生姜入れますたまに。ああなるほど、めっちゃ生姜多めに入れて、はいはいはい、臭み消しで、あ、いいんじゃない。あとはもうこれに絶対グリードは食べないと思うけど、俺だったらもうこの上には粉チーズかけたら完璧、完璧な、お好みで、あとは、うん、でさあ10分経ちました、こちらは。よし、さあこっちをその間に完成させよう。あ、いいぞ、だいぶいい感じに。めちゃくちゃうまそうだな。はいはいはい、めちゃくちゃうまそうだな。玉ねぎ入れてもうまそうだなこれな。あー、玉ねぎ、そうですね、今回ちょっと、うん、包丁を持たないっていう手でやったんでコンセプトなんでね。結構このゴロッとしているのはまだこれ意識して、もうそうですね、あんま崩しすぎないぐらいがちょうどいいんじゃないですか。好きなって感じね。もうかなりもうこれぐらいが多分ベストで、はい、はい、これベストです。ちょっとまあ水分が飛んでトロッてなってるぐらい、あ、いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっとあとはパスタを待ちましょう。はい、はい、じゃあパスタができたかな、大丈夫かな。じゃあちょっと今回は和えるんじゃなくてかけたいと思うんで、ソースを。はいはいはい、ちょっと湯切りします。なるほど、これかけるだったらもう2食分ぐらいあるね。危ねえな、危ねえな大丈夫かよし、はいはいはい、結果12分ぐらいかかったね。12分ぐらいです。まあそうですね、うん、電子レンジ水からやったからか、家庭によって違うので、まあ様子見つつ伸びない程度に、とりあえず10分やって足りなかったら追加で1分2分。はいはいはい、ちょっと今回固めかな、まあちょっとアルデンテでいいでしょ、ダーッとやって、あ、めっちゃいい感じだな。バーですね、ドワーッドバー、うわ、うまそう、めっちゃめっちゃうまそうよ、すげえ。絶対ね、撮影じゃなかったらこんなかけなくていいもんね。そうっすね、たっぷりじゃん。はい、完成です。はい、できました。なんだろう、これはサバ、サバのトマトソースパスタです。はい、ダンってことで、じゃあベブラン来たの、てか、はい、レッドとベブラに試食してもらいます。いただきます。いただきます。じゃあまずは俺からいただきます。ちょっとパスタちょっと固めかもしれない。いい匂い、まずね、匂いからいきますよ。いや、いい、そういうのいいよそういうのいいよ、巻いて巻いて、いただきます。めっちゃうまそう。何味？何味？これはトマトですね。それ分かってんね。それ分かってんね。俺も食べたら美味しい。これ何だったの？何だったの？これね、あ、サバ？サバとトマトと
サバか。パスタです。おいしい。俺も。サバサバサバ。そうね、塩とサバとトマトしか使ってない。じゃあ、いただきます。何うまっ。え、なんかちょっとだけサバもらってないから。サバめっちゃうめえ。あ、嬉しいな。サバをもらいます。なんかパスタこんなに合うんだ。おーおーおー、めっちゃうまい。ブリドの分なくなっちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫、食べてね。美味しいです、ありがとうございます。じゃあまたね。またね。美味しい。作りたいと思うんでよろしくお願いします。試食員よろしくお願いします。おーい、はーい、お疲れ様です。またねみんな。バイバイ。はい、一旦終わったんですけどね、グリードも食べて、はい、自分で点数をね。ポムが吠えてるけど。どう、うん、いつもと違ってオイルとニンニク入ってるってことで。うまいっす。なんか想像以上にうまいっすね。じゃあ初めてやったってこれ。初めて作ったんで美味しい。ホム。美味しいってよ。じゃあ今回、じゃあ何点ってことで。点数。100点じゃないですか。100点 !100 点出ました。イエーイ。はい、ということで、じゃああとはね、食べていきます。おやつあげしてみよう。香ばしい。さっき食べたんじゃないですか。ん、おやつ、あのね、歯磨きのおやつあんの。歯磨き用のやつ。おーい、はい、あ、おやつ、おやつちょっとあげる。おめえ、めっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでる。おやつ、おやつ、はい。俺が取ってるから。どうしまず待てって言って、手出して。はい、待てね、待ってしたでしょ。そしたら、はい、床におやつ置いて、目の前でいい、目の前でいい、うん、はい、で追ってって手出し、みああ向かって追って、追って、こう分って、あいやで、そしたらいいですか、まだ待ってって目見て、 OK だったらよしって言っとけばいい。 OK、 いいよ、よしって言う。そしたら持っていくから。ポム。ポム。ポム。おいで。